2万ゴールの男。うわなんでこんな綺麗に抜けるんすね。めちゃめちゃ分かりやすいです。ドリブルをノートで伝える。ショウゴさんの体のぶつかり A のプロの試合で感じたことのない。うおえもっともっと抑えたかったっすね。若手の選手だからすごい成長になると思うので。おえすごいですね。上から撮ってとかドリブルをそのノートで伝えるってめっちゃ分かりやすいですね。岡部のと一緒にこうドリブルを学びたいみたいになったのはどういうきっかけがあったんですか？今回の新しい新生日本代表に、まあ、そこを目指してた部分もあったんですけど、そこに入れなくて、もう数字的な面では出せたと思ってたんですけど、代表に入れなかったのきっかけに足りないパーツだなと思ったので、今回こういう機会いただいたので全部吸収して自分のプレーに今後生かしていけたらと思います。結構ドリブルするときにその相手だけじゃなくて味方と第3者、うん、第4者とかを見ちゃうんですよね、うんうん、でも本当に究極サイドでの1対1とかになったら、うん、まあ、正直邪念を取り払って目の前のやつ抜くぐらいのとこがないとやっぱ抜けないかなっていうのはあるんで、自分はなんだけどそれでいいと思う、うん、もっと言えばドリブルで1対1抜くことよりも他の組織的にプレーを動かすことの方がチームのためになる、チームのためになるっていうのは点が入りやすいからそれをやってるってことだと思うから全然いいと思ってて、本末転倒になってしまうのはドリブル抜けないからドリブルに集中しようってなってしまうと今度それ抜けたとしても次がなくなってしまうから、1人目は誰が相手でも自分の完璧なものを出せれば絶対抜けるっていうふうに思うようにして、どうせ抜けるから抜けた後どうしようかな、もしくは相手がビビって距離を取るなら普通にパスだったりシュートが生きるよのためのドリブルって考えてるので、はい、その考えを崩しちゃうと、はい、逆に今度もしドリブルできるようになっても良さが消えちゃうから、はい、自分今ドリブルのなんか型みたいのがあんまりなくて、うん、なんかその時のシチュエーションとか相手の状況とか、はい、自分のターンした後の相手の立ち位置とか、うん、そういうのでドリブルのなんか決めるんで、でも自分がパッて1対1正対した時にそのフィーリングでやってしまうんで分析されにくいって面はあると思うんですけど、うん、狙って出たみたいなのがないから欲しいなと思いました。なるほど、はい、型がない良さもあるんだけど、型を持ってるけど型を出さないってできたらより良くて、はい、相手のリアクション、相手が起こすアクションに対してこうなってるからじゃあこっち抜こうっていう風になると相手の動きによって答えが全部違くなってしまうから、答えが出るまで待つことになると、はい、なんだよ、何かしら動いてくれよ、動かない動かないって間にボールが近づいてとか、はい、他のディフェンダーが戻ってきてとかになっちゃうから、僕がまず考えるのはアクションドリブルって言って相手がどんな動きをしてもまず抜けるっていうものをまず作る、はい、それを作った上で自分の形になったら絶対抜けちゃいますよっていうと、相手が考えるのは自分の形にさせちゃダメだと、そこにパスが入ったらダメだっていうことを考え出すから、裏に抜け出す動きだったり、裏に抜け出す動きから止まった時とかに怖さが出るのかなと思って、はい、ちょっと型になりそうな部分を持ってきました、はい、自分のドリブル理論的には距離と角度っていうのがすごい大事、それがあればドリブラー抜ける。まず距離っていうのはこれが届かなければ物理的にボールを取ることがある。角度っていうのはゴールとディフェンスと自分を結んだ角度で、これがまっすぐだったら80度で、はい、真横まで行けたら90度です。自分の足の速さとか、うん、体の強さとか、こっから縦に行くよって相手も自分も分かっててもドンで行ける位置、理想は物理的に届かない距離の中で角度を変えれたら取られないし抜ける。まずは取られず抜けるっていうところを知ること、自分のセンスで取られるところに入ってるけどよりがっつり抜きたいから、あえて分かった上で近くに入る、それができるといいかな。今季の J リーグの全試合見させてもらって、そこのドリブルだけ切り取って全部分析解析したんですけど、もちろん抜けてることをたくさんあるんですけど、抜けない時って近くて
近くなっちゃう意識してることみたいなのってあったりする、まあ、相手の重心とか足の位置とかそんなに一瞬のスピードがあるタイプじゃないんで、うんうんうん、極力近くまで行ってっていうのが自分の中であるんだと思うんですけど、うんうん、結構間合いが近くなってしまって相手と足当たるとかそういうシーンもやっぱ多いんで、うんうん、あと自分はやっぱり小柄なんで、うん、リーチ的に見たらやっぱある方じゃないんで、うん、そこの間合いっていうのはある時にうまくハマってないとか、なるほど、いやむしろそれが考えてできてるんですごいいいと思います。それは距離の部分をリスクあるところに縮める代わりに足が遅くてもガンって抜けた時抜けるようにっていうので自然と近づいちゃってると、はい、2つあって、まあ、近づいちゃった時にでもかわせるものっていうのと、そもそも近づいちゃってるよって分かってるのか近づいてるって分かってなくてそこを取っちゃってるのかっていうのが、はい、いろいろプレイ一緒にやると分かってくると思うんだけど、はい、ちょっとその辺も含めて見させてください、はい、ナイスコーナーだ。ハゲモンなんだよ本当に。より抜けるようにするにはどうしたらいいかっていうので、ディフェンスとの距離が近くて、ディフェンスがボール取れる時ってどんな時ですかって言ったら、物理的にボールに触れるか、体に触れれる位置に入ってしまうと取られてしまう。その取られる位置でどっちかのアクションを起こしてるから、例えばシザースをしてこっち側に引っかかって左のアウトでこっち行くって言っても、残り足でこういうとこ行ったりとか。はい、抜けた時に一瞬これが入って、はい、一瞬だけスピード落とされちゃう、はい、っていうのが出てきちゃうかなと思うので、はい、気持ち遠く、はい、シダースの位置がどっちがよりこっちの本気度が出るか、こう回すと大げさに、はい、まあ、こう回すから、はい、そうですよねっていう感じで、偽物の一手を入れちゃうとそこには動かない、だから本当にそれが本当に行けますっていうのが実際にあります。でもそれがないっていう感じがないとかからないから、全てのステップとか足さばきに意味を持たせるっていうのが金子選手の場合はすぐにグンと変化するんじゃないかなと思うので、チダス得意だよね。使わなくてもいいんじゃないかって最近思い始めて、うん、あ、なるほど、癖で使っちゃうところもあるんですけど、うんうんうん、やっぱ手っ取り早く自分が逆にシザースに体がぶれて慌てちゃうこともやっぱあるんで、この左足のタッチがどうしても弱いんで、外国人選手のリーチ長い選手にこっち引っかかったけど残り足に当たってっていうパターンも何回かあったんで、シザースを使うとしたら股関節と膝が外向いちゃってるとこっちに行く動作が一回力が入っちゃう、これが膝と股関節がグッとなってるとこっちにグンっていうのが、岡部さんとか乾さんとかドリブルの姿勢いいなって割と僕重心低くしちゃう、まあ、プレースタイルもそうなんですけど、うんうんうん、状態は伸びきってるけどシザスとか入れても状態は割と残ってるので、うん、芯がぶれないからスピードも落ちにくいし、相手と競った時もやっぱ、うん、まあ、ノートでも見たんですけど割と状態とかも気にした方がいいです。そう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 、この横が速い選手だと思うので何回もこう切り返したりグーグーグーっていうのができる選手だと思うので、逆に言うと相手を同じ形にして揺さぶれたらこう戻したり筋肉でこう戻して次行ったりまたさらにもう一回筋肉でもう一回行ったりっていうのは武器なんで消す必要はないかなとは思うんですけど、困ってしまうのは筋肉でグンっていったことで相手もグンって行ってくれたら自分の戻す能力の方が速かったり強かったりするから差ができるんだけど、こうなった時に相手が動いてくれない時、チザースでほら同じようになってくれよって言ってもなってくれなかった時に自分だけ体勢立て直すのに力かかって相手は動いてませんでしただと取られちゃうから、両方できるといって、はい、自分が伝えたいのはこうグンって沈みすぎない方をより今日は伝えたいので、はい、練習とか、まあ、頭に知識が入れば今までの練習積み重ねたものとかたくさんあると思うんで、はい、まあ、自分で合わせられると思います、はい、あの初めに話して言われたんですけど、その
成長力が武器だって言ってたので吸収して、はい、吸収力、はい、吸収してそれを自分の中でいろいろ発生したりして、ドリブルするときに緊張と弛緩っていうので筋肉が動いて、はい、緊張っていうのは力がグンと入る、で弛緩っていうのは脱力して、でこういうところでドリブルでパンってかわすっていうときも緊張が長いっていう人は緊張緊張みたいな、で弛緩が長い人っていうのは弛緩を、はい、間合いが近くなってしまうとどうしてもいつでもいけるようにって緊張になっちゃうから、はい、もうちょっと自分が届かない距離にそこで一度あこっから始めるぞっていうのをまず決める、でそこから弛緩の状態を続けて、はい、脱力しながらグーッといってここぞっていう時にちゃんと作っていい、はい、そのグッと入れるのがいい時できてるし、もっとより良くなるっていうところを自分は思ってて、グンっていく時に水にジャブンって入って息を止めますといった時ってこう上に上がってどこで息止めますか、はい、まあ入る、入るギリギリですよね。でも結構サッカーとかになるとこのここで止めちゃうんですよ、ここからで入っちゃう、でも本当はここで息止めるじゃないですか、でドリブルとかもここで抜きますって言ったらここから入っちゃうんですよ、この山こうやって足動くとしたらこの辺からもうこうやって入っちゃうんですけど、これとかはまだ下に降りて途中からグッと動いて、チダンスとかもこうやってやったらこっからグッとやられて、この山の折りかけのところからグンと落としたり、そこがやっぱ緊張と弛緩の部分で、普通の人は山の頂上ぐらいまで行ったら緊張しちゃうんだけど、あえてそこをもうちょっとだけ弛緩してあげてから緊張するっていうのができると金子選手の場合はより良いので、それにはまあ一番は実践が一番よくて、はい、じゃあ縦と中のドリブルをちょっと鍛えます、はい、まずドリブルは左でできるんだったら左で縦に行きながら、縦か縦じゃなかったら中かっていう2つ、はい、2択でいいかなと思うんですけど、まあ、基本右じゃないですか、はい、で右の場合は斜めにサイドラインを切るような感じで、はい、左サイドで戦っているような感じで、それっていうイメージやってますね、はいはい、分かります。なるほど。縦っていうと縦のドリブルっていうのはここです。で中のドリブルっていうのは、はい、今だとこういうところにしかないので、こういったら残り足にかかっちゃうなってしまうし、はい、ここでドリブルミスした時の入れ替わりで取られるって一番最悪で、はい、自分がやってほしいのは前にあるボールこういうふうに感じてきたっていうので、はい、ここで一回こういうのを入れてみたいな。はい、でまずそれを覚えると、はい、普通にやったら取れないってなると、そっちをより強くいったらこっちが、でそこに金子選手の場合は緊張と弛緩の部分をもうちょっと細かく入れようと思います、はい、じゃあまず最初そのこのまま何もなくて、はい、ジョック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 2回ジャンプジャンプ、さっき言った山なんだけど、山をこれ右足で山をこう山をこう走る、1回目の時は全部力まないままこうグーって行ってて、2回目の時を意識してほしいのが上登ってこの下ほんとギリギリらへんからグッと来ちゃおう、息をすると横隔膜っていうのが下がって、下がるとここにお腹にこう空気が入る、なんか胸とかこの辺に空気が入る、空気が入ると胸郭っていうのが上に上がる、この胸が上がる、でこの上に上がったものをふって息を下に落ちる、ここの下に下げで下げるのもふーっていうよりかふっていう感じになります。スーパーボールを下に落とします、はい、そのまま落とすのとガンって下に力を入れて落とすんだったら、どっちが早く地面につく、でそれと一緒で地面に早くつくにはこの足を力入れるっていうよりかは、この
フッと下げて下に振ってあげる。でその下にフッっていうのとちょっと加速したものに最後フッて入れる。なるほど。胸郭を上げる、この全部このこういう肋骨とかのこの辺を回ってあげてポンと落とすみたいな。スピード上がってる、うん、上がってます。それをするには緊張してたらやっぱダメだ、はい、ちょっとです、はい、今はできてたよ、うん、試合中ね、試合中すごい良かったっす。今今違かったね。今ちょっと硬かった。頭で考えるとできないよね。そうなんですよね。まあ胸郭上げるような不安不安からくさっき言った、まあ、落とすこととその最後のところで山のこっちから落としてあげる。難しいな。金子選手の場合最後つくとこうなっちゃってる、うん、あ確かに。ちゃんとこここういうとことか使えてるんですけど、なんかなんか横でこういってきたりする。ちゃんとできてますよ。うん、本番に強い。あでもそうかもしれない。さっきダメだった時は多分横向いちゃってた。そう、うん、そう。あ、うん、ね、あ、すごい素晴らしい。そう、いや、言われたらできる。吸収が早いから。うん、ずるいなそれ。そんなの次は例えば、いいのか。超普通の人は四回触っちゃう。一、二、三、四。でもその三をなくしたくて。1、2、触らない、まずそこの触らないとこを覚えてほしいんで、何もない状態から、今のして、右足は前にある。で、自分がやってほしいのは、軸足リードって言って、蹴る瞬間にはこっちの足が前、軸足がない。はい、グンってやっていく感じで、うん、イメージなんですけど、位置について用意どんで、こっちに 50m 走するって言ったら、軸足どこに置きます？ 50m 走、位置について用意って言ったら、やっぱ白の手に置くじゃないですか、はい、もちろんこれフライングだし、はい、こういうとこに置かないですよね、はい、ドリブルで言うと、この状態って、線がここにある状態なんですよ。そうすると、力が入る瞬間って、この線を越えるあたりなんですけど、みんな、ここで蹴ろうとしちゃうんですよ。じゃなくて、普通に走る感じで、ここを越えるような感じでやって、ついでにボールが当たってるっていうイメージ。で、それすると何がいいかっていうと、イエースのセオリーは、ゴールとボールを結ぶ線上に立ちますよね。ってなった時に、本来ここなんだけど、軸足が前に出てる人だったら、ここにボールあるんだけど、ここにボールがあるものを蹴ってると同じような動きをしてるんですよ、うん、そうするとここのボールに対して線上に立ってないと、ここのボールに対してのボールとボールを結ぶ線上に立ってると半歩もずれてるんですよ。こっちだから半歩分こっちリードした状態で始めれるから寄り抜けますよ。でそれがだんだん怖くなってくると、相手はここにボールがあるけどお前騙されないぞ、ここにボールがあるような感じだから俺はボールとボール結ぶ戦場ここに立つぞってなると、こっちが抜ける。そういうボールタッチにも良さが生きるし、走り方的にもここにあるよりも一歩前にあった方がグンっていうのが私はさっきからちょっと前に置く練習。ああ難しい。あ、お、そうそうそう、おおおおおお、やばい、吸収が早い。今はゆっくりゆっくりボールだったから、その最後のところここで、ああなるほど、今入れたのはここの時に入れたから、そうですね、なんか違った、ここで入れたから、そこに一個、その前、そうそうそう、ここで一回入れると、こっちは柔らかく入れてあげる、強く柔らかく、簡単そうに見えて難しい、そうなんだよね、これ、特に右足は触んないんですか、触んない、もう一回ですか、やったの、ジャンプしてあげる感じ、ジャンプして、うん、いい、素晴らしい。じゃあ次はちょっと実践に近づけて、触る、触る、触らない、
一回止まっちゃった。緊張が流せなくなってるから、まずリラックスして、ずっと触るだけ。触る、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 触る。どこから？ジャンプする。左が。左側だ。あ、そうそうそう。そう、こっちがちょっと強くなってるから、こうずっとこう、ニャンってね。はい。こっちの足がかかとにがついてるしかがないんで、軽くちょんちょんちょんって当たるぐらい、うん、はい、あ、いいいいいい、あ、俺抜かれそう今今、行かれたら抜かれたんですよ、絶対。あ、いい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 、めっちゃいい。で、ラストの決め方のパンだけは、このままの感じで入るっていうのは、その、時間をちょっと一瞬、まだちょっと食べやすいかな。ゆっくり触っちゃったね。1、2、触ってからこうやって。触っちゃうな、やっぱり。自分が慌てちゃダメっすね。すげえ、でも早い。うわ、これなんだろう。なんでこんな。簡単そうに見えるんですけど、このあの触らずに一回ポンっていうのが深いっすねこう触ってたのに、ここに1、2の1を置いちゃってるから、1はこのこうやってあったら、今悪い例はこのままこうやったら迎えに行って、いやもうやばい頭で理解してることが、うん、まだね、こう繋がらないよね。いや、触ってからこういうのできるんです。でも触らない状態でパタンって動くのが難しいんで、今強制的にその空踏みを覚えさせるっていうので、パタンパタン、意識してほしいのは寄せる、遠く、トントン、寄せる、遠く、トン、あ、来た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 、あ、来た来た来た、2、3、4、1、2、3、4、岡部は寄せる、遠く、タン、タン、寄せるって、この寄せるがこっちに足動いてるんですよ、はい、金子選手は遠く、遠く、あ、遠く、遠くってなっちゃってるんで、この足を寄せる動作です。1、2、3、4、1、2、3、4、数やれば、ほとんどできるようになるんで、たくさんやれば、自然とオートでこう、何もないと、パタンっていうのが出るようになるんで、家で毎日やります。これね、縦一点、このゲームって言って、縦一点を、1対1でも、ちょっとイメージさせて、ちょっと、こっちの中に入れたりするので、こっち側に、こっちバチンって向こうと、意識してる。大事な距離。距離がちょっと近くなってからだと、どの道残りをしてくれちゃうか、はい、気持ち遠いかなっていうぐらいやってみたり、調節して、はい、左サイドでいうカットインなんですけど、はい、この型を中一線っていうんですけど、さっきのが縦一線、縦一線、はい、次は中一線で、弱くからパンっていう感じで側に同じものを、右足と左足両方ジャンプして、細かく言うと右左って着地をしてるんだけど、ほぼ同時ぐらいの感じでジャンプして、右左。ああ、いいね。この時に左足が、膝と股関節が外向いちゃってると、これが細くなる。これが中向いてあげる、中向いてあげる状態で、ジャンプが終わる時に、パンってこう、パンって、今、ここで書いちゃってるから、さっき言ったように、かかとで押してあげるよ。こう向いちゃってるから、これが、最高が10だとしたら1ぐらい、こっち6ぐらい、1ぐらい、トン。この時って1の時は触りますか？1は触らないで、ここに置いてある。そう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 、その1がやっぱり3とか3から5ぐらいが多い。あ、こう強いから、うわー、柔らかい柔らかそう、うん、いい、いい。大事なのは右に
ったものに対してこうやってやったら相手にグッときちゃうから、こっちで持ってってるのもこっちに。うめえ。ベースが届く位置っていうのがこう丸があるでしょ、はい、こうやってあったら今やってるのは丸の中に運んでから斜めいっちゃってる。あ、丸の中じゃなくて丸の外を運びながら中いけるという、こういう角度に行ってからこいつがバチンとになっちゃうから、はい、このまままっすぐ行ったらこのままいけちゃうよっていうものの角度にしてあげてからのこういうのとか、どっちの怖さも出しつつ主導権は自分がいる、ちょっと横目にあるの、目の前にこの高さの底辺があるから迂回する感じだね、はい、ギリギリまで力抜く、めっちゃ上げるの、ね、はい、最悪の場合力抜いたままもう来てアバーンって取られることあるけど、はい、一歩進むから、はい、それであれば2人目3人目見るぐらいのギリギリまで脱力できたら、はい、よりベスト。幅跳びとかの時ってどこまで一番奥まで遠くまで行きたいって言ったらこうやってジャンプするとしたら、はい、線ギリギリですよね、はい、カットインをするって言ったらこっちに対してより遠くに行きたいわけじゃないですか、はい、定義は一緒でここに右足が来た時のギリギリの体のポジションまで行けてないと、はい、ここにボールあるけどこういう感じでやっちゃってると一番こっちに行きやすい状態になってないとこでこうやってやっちゃってるから当たりやすいようにちゃんとここに押さえる。なるほど、確かに遠いですね。あんま聞かないでください。でも、まあ、今のところに置かれた感じからちょっとカットインみたいな、はい、こっちで縦とか抜いてみて、はい、おおおおおおお、正面に置いてますね今。しゃうわ、ベースだな。抜けてないのに何百回でもやりたくない。やばい。うわ、うん、うわーい。うわー、あの角度はまず一個抜けるものを持っておいて、はい、じゃあこれ何度も抜かれてます、もしディフェンスになってきたらを警戒する方がやる。ベストは左足でこれができたら本当はもっといいんですけど、そのぐらい、うん、今のマイティングボールがもう一個前だったら届かなかった、うん、しょキープ対決みたいになった。おお。スピードって多少ちょっとつけた方がいいですか。スピードはあるに越したことはない。勝てる間合いが遠くなるから。結局ギャップだから、速い部分を速くするのももちろん大事だから、そして細かい部分を無駄を省くのと、ゆっくりな部分をよりゆっくりにしてあげるっていうのもすごい大事。ゆっくりな部分をよりゆっくりっていうのは、こう普通の人よりグッと触るとこう、ガッとグッといくんですね。違いが出せればどんなやり方でもいいと思う。楽しいです。やばい。楽しいです。いろいろ頭の中で、どうしてこうかっていうのが出てるんで、でもこういう試行錯誤を繰り返さないと、レベルアップしないんで。こういうのね、子供たちに見てほしいよね。そのもっと、プロ入る前ぐらいからもっとやってきた。ちっちゃい頃からやってたら多分相当、すごいことになってたんじゃないかな。もっと早く岡部さんとお会いしてたらなって。まだまだ23なんで、ここから毎日岡部さんのリズムを取得して、岡部さんに教わったことがプレーで出て、それがゴールとかに直結したらいいな。泣いちゃうかもしれない。はい。おお、うん、うやー、来たもんね。今までの自分の感じと
感じてた距離感ちょっと遠めなんで、うん、でも今回でも抜けるんだなっていう。こいつらから持っておいて敵によってもうこっからもう勝負始まってるぞっていうのをイメージ意識するぐらいだとちょうどいいと思って、近づいちゃった時に抜けてる感覚 J リーグであんまりないんで、うん、早めから仕掛けた方が逆にあそこから仕掛けてくるんだって言って結構正体しちゃってること多いん で、うん、でまず一つそういうの見せておくと、はい、相手は距離に無理やり詰めないとってなるとパチンコがじゃあうわステップ素晴らしい。おえいうえいフェートだなさすがやっぱ吸収力がすごすぎる面白いこうなったらどうしたいんですか。いやあれはもう縦か股かしかないかも。そっから横に落としても筋肉使っちゃうから、そこの途中ぐらいだったらまだちょっと入ってるんですけど、もう丸の中に入っちゃってる。普段だったら今この距離ぐらいでやってるから、このぐらいトラップしました。ちょい前出す。今日もここでもその時のトラップした後が大事。こういう感じパン直径にしてパン。なるほど。2人で仕掛けていこう。いやいや、これで普通に取られるのすごい嫌なんだけどでしょうすごい嫌だけどあ大丈夫ですか足何それ、うん、足でいや今一番かっこ悪いどんどん行こう。しゃうわなんで今の綺麗だったな、うん、それみんなやりたいしてるけどみんなできないよね。なんか今のはこうやって。いやそれすげえ、こんな綺麗に抜けるんすね。いや、ちょっと今チャレンジしようとしたら。うおっ、はい。いや、今の気持ち。たくさん負けてるから、お返し。すごい、うん、いや今の良かった。今まで近かったかもしれないですね、僕の多分仕掛ける前が。うわ来たー。あれも一個武器なんだよね。ブリブリってなって自分にこぼれてくるっていう。あれ狙ってるっちゃ狙ってるの。狙ってなったら結構自分でも育ってくるようにイメージは持ってるんですけど。うおえしょうこさんの後ろ姿がちょっと寂しすぎて今。いやー今のでももう足出したらまた足出せる。ああ、確かに。いやーすごいな。面白いよね。面白いですね。なんか1対1でこんなにも楽しめるのこの1対1って、まあ、キーパーいないからとかよく言われるんだけど、実は厳しくてシュートの怖さ以外にディフェンスが動いてくれることないから、はい、身体能力で襲ってたりするとかわすっていうのはすごく難しいんだけど、うん、このスペースでこの条件でかわせるようになったら必須な1対1で、サッカーだともっとパスもあるようで動かすこともできるし、はい、いろんなもの要素を使える、そのボールをもらわないとか、ね、確かに。だからまずはこの条件でも抜けるっていう自信が
引くと基本自分の間合いさえ取れればまず抜けるんだ。いやー素晴らしい、この吸収力ね。もうめちゃめちゃ楽しかったです。最初やっぱり翔吾さんめちゃめちゃいいディフェンダーだなと思ったんですけど、岡部さんのちょっと間合いとかタイミングとか置き場所とか自分なりにこの180度の半円が少しずつイメージできて抜けるっていう、まあ、自信もなんか大事なんじゃないかなって思いましたし、もっともっと教わりたかったですね。足の速さ的には速さはない、速くはないと思います。うん、なんかそういう速さ的にも悩んでる子とか多分いると思うんだけど、はい、まあ、僕も身長163センチで本当に J リーグの中でも小さい方なんですけど、技術、足元のテクニックとかポジショニングとかそういった部分は本当に意識してて、プレー中も常にポジショニングも相手に触られないポジショニング、極力相手に、接触しないような、プレーを常に心がけてます。岡部さんのこのドリブル論も、屈強な190センチの、外国人のディフェンダーだとしてもこうやって相手に接触されなければ抜けるしシュートも決めれるしっていうのを本当に肌で痛感したので、どの相手でも多分本当に通用するドリブル論だと思うので、子供たちにも教わってほしいなと思います。いやでも本当に思いましたね、これだったらどの相手でもっていうのは本当に思いますよ。今日すごいディフェンダーと僕対峙したんで本当にびっくりしました。バンでぶつかった時の感じとか、いや重いですしアジリティもあるし、なんかそのこっちが怖さみたいなのも少し最初感じましたね。翔さんはもう逆間合いも詰めてくるし逆に奪い取るディフェンスをしてくるんで毎日一緒にやりたい。本当にうまくなりそうです。いろんなスタッフの方にご協力いただいて、いろんな方向から僕一人のためにこんな8人も偉いわ集まっていただいたんで、本当このスタッフの方にも感謝ですね。またお願いしたいです。今日1日だけでその、まあ、良くなる部分もあれば数重ねないとできないものもあると思うので、はい、たくさんたくさん染み込ませて、はい、自分もサポートしていくので、はいはい、どんどん夢を見させてください、はい、頑張ります。もっと上行きます。素晴らしい。